プデが来てた。本日10月18日に行われたアップデートで、マヒマヒが超絶リニューアルされました。その概要を散歩しながら一緒に見ていきましょう。まず見てわかる通り、自陣が超でかくなりました。以前よりも打開でスペシャルがためやすくなりましたね。続きまして中央広場。ここは誇張抜きに 1.5 倍くらいの面積になったような気がします。回収前の水面が下がった後というイメージですね。その関係かエリアの面積が狭くなったような気がしますが、本当に狭くなったのかねの錯覚なのか、何はともあれこの広さはありがたいですね。また随所に金網が設置されるようになり、一方的な突き上げが起こっていたものの解消になりそうですね。かなり顕著なのが中央の高台がだいぶ低くなりました。強射程の低点射撃が高すぎてきつかったのか、これである程度緩和されるかもしれませんね。水面が下がった時のステージの広がり幅は、パッと見た感じ今までと大差ないように見えますね。でも元がかなり広くなったので全然圧迫感がありません。私個人的にはこのステージ回収かなり嬉しいですね。ラインマーカーがようやく思いっきり活躍できるかも。会話の視点がおかしい。皆さんはこの回収についてどう思いましたか？質問などなどお待ちしております。